松潤さん、みんなの銀行もうご存知ですよね。やってますか、やってますか、やってますか。このみんなの銀行、この紹介コードからこのみんなの銀行を、ね、ダウンロードした後にプロフィールを打つ欄にこの紹介コードを入れる、免許証番号を入れる、で完成です。1000円入ってますという形ですよね。で1000円入りましたら、今度はご自身の松潤さんの紹介コードができてますんで、その紹介コードをもとにですね、毎日 YouTube の更新をすると、まあ、あの視聴者さんを中心にですね、そのみんなの銀行のアプリをダウンロードして松潤さんの紹介コードを打って、そしてね、稼いでくださる方が増えるんじゃないかなと思います。これね、あのお勤めになってる方こそ有効なんですよ。出勤したら周りにこういった情報を知らない方だらけですから、まあ、いくらでも紹介を置きますからね。そしてこの紹介コードを元にですね、次のアクションが出せるわけですよ。要するに何かで得をさせたらね、次もっとないのっていう風になるわけですよ。だそこで、はいっていう風な感じで、例えば無料レポートとかを紹介したり、松潤さんの CD を紹介したりとかね、こういった形でございますね。常にね、お得情報ってのは、次のお得情報を知っていただくための、まあ、布石と言いますか、蒔絵と言いますかね、そういうことになってますので、単発じゃなくてね、どん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 お知らせしていく、その取っかかりとして、まあ、誰でも1000円入りますよみたいなやつからスタートした方がいいと思うんですね。そしてこのみんなの銀行の使い方のサポートをするという意味で、みんなの銀行を皆さんにね、ダウンロードしていただくと、ね、こういう時どうすればいいのっていうふうな質問が来ますから、それに答えることによってもっともっと信頼関係を作っていくっていうことにもなるんですよね。まあ、こういった形でみんなの銀行ね、もしもうアプリを取得されていましたら、紹介活動に移ってもいかがでしょうかという話でございました。それではいってらっしゃい。